ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。まずご経歴をどうぞ。伊藤浩一郎、33歳、住まいは愛知県、最終学歴は調理師専門学校を卒業、現在は株式会社フードガイドサービスの代表を務めております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。100万円融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は？食品表示作成代行サービスを普及させたい。令和の虎、その思いを金に変えろ。オールオアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それでは伊藤さんのご経歴を簡単にお願いします。調理師専門学校を卒業後、飲食店、ホテル、集団調理等、学生時代より、含め、食品業界を10年ほど経験いたしました。その中で IT の遅れを目の当たりにいたしまして、在職中に培った現場目線の食品業界の業務改善システムであったり、栄養価計算のサービスを始めました。2024年、今回の事業である株式会社フードガイドサービスを設立いたしまして、現在そのサービスの普及に努めております。それでは今回のプランをまずは簡単にご説明ください。食品表示をの作成を代行するというサービスが、本サービスでございます。まず、皆さんご自由にと言いたいところなんですが、その食品のその表示っていうあるじゃないですか。これって皆さん多分ほとんどの日本中の方もそうですけど、9割以上は多分賞味期限か消費期限がくらいしか、多分あんまり、僕ぐらいになるとなんかトレハロースが入ってるとかアセルファム系がとか、ちょっとそういうの意識したりするんですけど全然知らない。一応アスリートなんで、でもなんか意外とそういうところがちょっと分かりづらいんで、ちょっとそこの辺まず簡単にご説明いただいていいですか。はい、はい、かしこまりました。食品表示を見たことがないという方はいらっしゃらないと思うんですが、実際に食品表示を作るということはかなり難しいと言えます。例えばですが、アイスクリームの場合でありましたら、こう名称がそれぞれ違ったりとか、あと添加物に対する考え方ですね、であったりとか、アレルギー、あと最近ですが2020年に栄養価の方ですね、こちら義務化されましたので、こちら、書かなければなりません。で、毎年このあたりの食品表示の法律というのは毎年変わってますので、その対応を必ずしなければならないという点が難しく面倒な点であると言えます。井口さんなんかもうね、これもう全部把握されてますよね。いや把握できないんですよ、これ難しすぎて。そんな難しいの？そう、なんか要は営業許可によっても全然違って、例えば飲食業の許可はどこまで書けばいいとか、それぞれバラバラなんで、保健所に聞いてもほぼわからないっていうのが現状ですね。おっしゃる通りです。おっしゃる通りでございます。でそれを全部うちに丸投げできるというのがうちのサービスの強みでございます。そしたら問題点をもう少し明確にしてもらった方が、この大変さの問題点というか今おっしゃってるような。はい、そうですね。端末の資料をご覧いただいてもよろしいでしょうか。先ほど井口様がおっしゃっていただいたような形で、今までの食品表示の作り方というのは人材が必要です。当たり前かもしれませんが、というのと、あとシステムですね、こちらが必須となっております。こちらがない状態で作ってしまうと、不十分な状態で作ってしまうと、パッケージの再作成であったり事故につながるという課題がございます。事故ってどんな事故があるんですか？例えばですが、アレルギーの部分で書き間違えてしまって、例えば極端なお話ではあるんですが、そばを書かなかったっていうふうな形になると、それはもう人が死んでしまう状態の事故になってしまいますので、それは絶対ダメなので、そういうふうなことが起こったらもう即リコールという形になって、もうその費用であったりとか全てがやらなければならないということで、非常にデリケートかつ重要と言える。カニとか大豆アレルギーとか、そうです、そういうものが知らない間に入ってっちゃまずいってことですね。そうですね、はい。あと最近ですとあまり知られてないんですが、クルミが義務となりました。クルミ、はい、クルミ、はい、木の実の方の、はい、義務とか入れなきゃいけないってことですよね。なければなりません。なるほど。これはそばと同列というような扱いを法的にしてますので、それがないと非常にこうまずいですし、
違反されてる方が結構潜在的にいらっしゃる。それで食べて事故が起きたら裁判になったら負けるんですよね。確実に負けます。確実に負ける、はい、裁判にすらならずに負ける。はい、はいですね。あ、それは井口さんも、はい、私はまだミスってないですけど、まあ、もちろんでも把握はそういうことがあることは分かってます。大変なことになります。なるほど、大変なこと。もうアレルギー間違えるともう小学生以上だと死亡事故につながる場合も結構ありますので、まあ、確かにそうですね、はい、大変なことになりますね。なるほど、そのぐらい難しいことを代行してやるっていうことが今回のプランってことでよろしいですね。はい、おっしゃる通りでございます。はい、これクライアントさんは誰になるんですか？うん、B2B が基本でございます。具体に言うと、具体的に言うと食品製造者の方で、従業員数としては200名以下のところが基本的には、なんかちょっと分かりやすく言うと何を作ってるとか、はい、そういうふうに言っていただけると、例えば、今のクライアントさんで取引先です、はい、取引先ですと、はい、パンであったり、パンの製造とかなんですか？はい、それパンの、まあ、持ち帰り用のパンとかじゃなくて、まあ、おろすパンみたいな感じですか？おっしゃるとおりです。要は飲食店の許可じゃなくて、うん、菓子製造業なんですか、パンって？そうですね、そちらの方のこう製パンの方のやつで、おろすパンに対して表示しなきゃいけないから、そういうパンを作ってる業者さん、はい、今パンが出ましたけど、他にどういうのがありますか、やってるので、はい、例えばですが、はい、クッキーであったりとか、 あとは水産加工のこう干物であったり、おー、なるほど、はい、であったり、これ見るとラーメンとかも、そうですね、ラーメン、はい、はーね、干物なんてそんなね、魚干してたわけなんじゃないのって話で、はい、分析も何もあんのみたいな、はい、それもうちで全部できます、ね、はい、まあ書かなきゃいけないんですね、表示しなきゃ、はい、あ、なるほど。ちょうどまだ仕事のイメージ湧いてないのが、株式会社ネルプ代表稲葉慎、令和の虎史上初の連続完全オールを達成。メタ社交人アイステップ生みの親が次に打ち出すのは X 社交人の新サービス X ステップ。革新的自動返信ツールの力でインフルエンサーのさらなる飛躍を後押しする。 SNS 革命家が求める映えるビジネス、いかなる志願者にいいねを送るのか。ちょうどまだ仕事のイメージ湧いてないのが、例えば僕がまあ、食品メーカーだとして御社に任せたいと思った場合はどういう流れになるんですか？ A って商品をちょっとこれどう表示させたいか分かんないって相談した場合は、どんなふうなコミュニケーションで最終的に表示作ってくれるんですか？そのレシピをお送りいただいて、レシピなんですね、はい、それを元に作成するというサービスです。あ、はい、なるほど。レシピだけでそんな全部完璧にできるものなんですか？実際のところはもうちょっとこう細かい資料が必要になる場合もありますが、はい、原則的にはレシピと企画書といわれるものですね、食品表示の部分の社名ですねをいただければ最低限はできます。僕も、ね、ラーメンやってるんで、はい、まあ、持ち帰りのやつとか作る時も結構大変やったんですよ、作る。僕はだから代行せずにうちの社内のメンバーにやってもらったんですけど、本当すごい時間もかかるし、醤油に入ってる材料まで全部調べないといけないから、醤油だれのね。おっしゃる通りです。そうそうそう、はい、そう、かなり時間かかったんで、まあ、これ代行はすごいいいなと思うんですけど、現状同じようなことをやってるとこあるんですか？はい、ございます。そことの差別化は何なんですか？動画の方で見ていただくとより分かりやすいのかなというふうに思うんですが、回答を、はい、今日用意されてるんですか？はい、あ、じゃあ早速、あ、それでこれがあるんですね。動画で何分ですか？長いですか？40秒です。40秒、なるほど、分かってますね。よく分かってます。40秒、素晴らしい。今から見る動画はどういう動画になるんですか？一言で申し上げますと CM です。あ、 CM なんですね。食品表示ってそれの大変だな。そこどういった方がいい？そうそう、伊藤さんだけ。伊藤さん見ちゃう。毎回合わせないといけないのか、もうやってられない。その悩み、コンシェルジュが解決します。有資格者が食品表示ラベルを代行作成。法改正時は最新基準へ自動対応でアフターサポートも完備。他にも幅広くお客様をサポート。食品表示のコンシェルジュ、フードガイドサービスっていう動画で、で、まあ、まあ、別に動画流すほどでもないよ。口頭で説明すればいいよ。令和の虎を使って CM 流したみたいな。そっちか。しまいは使われましたね。CM を流すためにちょっとやられた感じ。トゥルービュー広告で浮かせようとしたよ。まあ。めっとお金もらおうかな。20万回くらい再生されますからね。まあ。カットで。厳しい。食品
表示作成代行サービスで挑むタイガーファンディング。開始早々トラたちがビジネスの価値を評価、好調な滑り出しを見せる。序盤戦一体どう展開する？一言で申し上げますと、差別化点が、うん、アフターサポートがあるという点です。価格は980円からでございます。それは他社と比べてどうなんですか？他社はうちのサービスを全くやっておりませんので、うん、うちだけが独占でございます、はい、代行自体がないってこと？いや、代行自体はあるんですが、代行をして納品して終わりです、うん、でその後のアフターサポートは一切してません。アフターサポートが御社は差別化だと。そうです、ページのこちらに記載があるんですが、3枚目ですか？はい、4枚目ですね、はい、一つが食品表示法というのは毎年コロコロ変更になります、うん、でそれが起こった時にお客様のデータを保持管理運用しておりますので、自動的にそれをお知らせするであったり、自動的に最新基準へこちら側から作成した完成物をお出しするということを行います。他にも今例えば若干量を減らそうとか、ここの原材料の部分を若干ここの食材に変えようとか、そういうことって結構頻繁にあると思うんですけれども、原材料高騰したらね、そうです、そのあたりの対応であったりとか、あとは、まあ、簡単な質疑応答ですね、食品表示についてのわからないことを簡単なことであれば料金内で答えさせていただくというところが大きな差別化点でございます。今映像で有資格者がって言葉があったんですけど、これは資格がいるものなんですか？はい、作成においては資格はいらないのですが、はい、非常に難しいものでございますので、うん、なのでうちのスタッフの場合ですと上級食品表示診断士という非常に難度が高くて全国に1800名程度しかいないんですが、非常に難しい資格が、あるんですが、それの資格者が必ずタッチさせていただいております。最終的になんか法的なチェックはないんですか？なんか僕もあまり分かんないですけど、弁護士がチェックしないといけないとかそういうふうにはなってない？法律上はそうはなってないですね、はい、うっかり事故ったらどっちのせいになるんですか？製造者の方のお客様の責任にはなってしまいます。なるほど、じゃあそこの責任は負わない負わないってことですね、はい、丸だけなのにそこはですが、はい、もちろん手前どももきちんと論拠を示してこれこれこういう理由でこうですということは分かりやすく資料を出しておりますので、丸投げというような形ではないというふうな認識でいただければ。今までそういうトラブルは一回もないんですか？そうですね、はい、そのような事故が起こったという実例はございません。うっかり分析しきれなくて混ざっちゃってたとかそんなのもない？一度もないというと嘘になります。なるほど。ただそう起こった時にすぐに謝罪させていただいて返金対応であったりとか、あと諸々の対応をさせていただきました。なるほど。今何クライアントぐらいで売り上げはどのくらいあるんですか？大体ですが、1年半ほどやって、はい、ほどですかね、ざっくり。今月のじゃあ9月の月商はいくらですか？すいません、ちょっとお答えが、ちょっと売り上げはちょっと月の売り上げを教えてくれないところに投資なんかできるわけないでしょう。当たり前でしょそれ。そんな例えば銀行がお金貸すときに、はい、月の売り上げ収支なくてお金貸すとか思います？さすがに常識だね。距離を感じる、はい、ごめんなさい。俺たち一緒に事業していくかもしれないわけじゃん。おっしゃる通りです。この時にね、なんかもうそれは言えない。現象だ、年商隠しながらそんな寂しいよそんなの。はい、ごめんなさい。令和の虎史上初だよそんなの。そうですよね。言っちゃえよ。これはさ、どっちかっすよ。めちゃくちゃ大きいか言えないぐらい儲かってるか、めちゃくちゃ小さいかどっちかじゃない。お恥ずかしい限りで、あまり儲かってないので、額が少ないのであまり言いたくなかったっていうことがありまして、額少ない言った方がいいですよ。はい、大体月ぐらいです。おお、全然。社員何人ですか？社員で言うとございます。原価は結構かかるんですか？粗利で言うとバーです。ああ、けどいいじゃない。調子いいじゃない。うん、別に。めっちゃいいじゃないですか。食ってはいけない、ね。全然全然。いや。全然いいですよ。全然赤字じゃないってことですか？はい、15ヶ月連続で黒字いただいております。いいじゃないですか。すごいよ。そこ丁寧だな。なんでそれ言いたくなかったのか気になる、逆に。このサービスの作り方とかの、その、はい、
根幹の部分に、はい、あの触れてしまう部分がありまして、というとうちのシステムのこう云々であったりとか社内体制について結構特殊で、結構そこが全てのノウハウってところがあるので、そのあたりをこう、あ、企業秘密的な要素ですね。そうですね、売上が手当たりがあるので、こんなビジネスやろうなんて思う人あんまりないからないよ、こんなマニアックな膨らみたくないんすよ、ごめんなさい、そのあたりでちょっとないよこれ。いやでも井口さんが来月あたりかそんなんか資格なんとかなんとかなんとかって、あの資格の人一人やっといてまあ真似しようと思ったらできますよね、うん、できますよね、うん、でも簡単にパクれないもんですよ、うん、みんなやろうとも思わないし、ないそんなパッとね、一部話を聞いただけでやれるもんはないですよ。そんなちょうどそのこういうビジネスしたくて、ちょうどこういうなんか食品のやつに熱意を持った人でとかいないじゃん、そんなのそもそもの宣伝に来たの今日は。100万円で別に100万ぐらいあるでしょ、何目的なんだい。あのおっしゃる通り宣伝がだいぶ大きいです。はい、私も宣伝ついでなんだけど、ラウンジグループ代表番中村、ポリシーサロン経営から喧嘩バズルロワイヤル主催、令和の虎司会までバズりの法則を持つこの男、ブレイキングダウン賛成を起爆剤に持ち前のバイタリティであらゆる業界に牙を剥く志願者へと語りかける。今宵俺とぶつかり合うのはあんたでもいいよ。私も宣伝ついでなんだけど、さっきちょっと僕面談させてもらったんですけど、なんか林さんに物申したいことはなんか林さんに、こっから林さんにそうなんか言われたんです、林さんにちょっと物申したいことはあってって言われて、何って言ったら、いや、おどろどろした感じ、それは収録の時にって言われたんで大丈夫ですか。このサービスが普及すると、はい、一言で言いますと、あの税金が安くなるかもしれません。これは政治にも関係するぞ。その理由は、はい、食品表示を手前どもで作るので保健所に問い合わせるという工数がなくなるので、なのでその分あの税金が負担がなくなる。保健所がいらなくなるってこと？保健所がいらなくなるわけではないんですが、そういう窓口があるんですね。食品表示ってどうやって作ったらいいですかっていうことを聞くための窓口がありまして、それにだいぶこうあの通い詰めるっていうことをするのが一般的にはあるんですが、うちがそれをやることによって通い詰める必要性がなくなるので、お客様としてもハッピーですし、国としてもそのあたり の, あのコースを割かなくていいので、そのあたりで税金が安くなるのではというふうに思っております。なるほど、保健所は無料でやってくれるんですか？はい、無料でやってくれるけどすげえ手間かかるんだ。おっしゃる通りです。で、御社の場合だと大体平均いくらかかるんですか？7800から15600円の価格帯でございます。保健所何回行かなきゃいけない？何時間ぐらいかかります？累計ざっくりですが3回ぐらい行って、ま、熟練度にもよりますが大体10時間ぐらいはかかると思います。10時間20時間ぐらいはかかるかなっていう、はい。まあ、1万円何千円払ってそれがなくなれば、まあ、企業としては楽かもしれないですよね。はい、うん、大して物を言うことではありませんね。もっとすげえことかと思ったら、もっとすげえことになる。工数削減されるってことですね、はい、だからその工数は大して削減にはならないですよ。田舎の方に行くと兼務してるし、まあ、都会でもね、その工数、それこのサービスが広がったからといってそこの人がいなくなるわけじゃないですからね。それ作ってもらったものをいいですかって相談するところは、例えば社内的にルールがあって、それで必ず保健所に確認しなきゃいけないっていうルールがあれば、別にその工数は減らないからね。まあ、まあでも少しは行政の仕事が少しは少なくなるっていうのは間違いないですね。それはそうです。職員の行政書士みたいな、はい、そうですね。だから職員の残業代が減るかもしれないですね。そういうことですね、はい、残業代が減るかもしれない、詳しいですね。もともと役所ですからね。もともと公務員でした。もともと公務員です。公務員だからね。詳しいですよそれは。それちなみに今継続してるのは何社なんですか？サブスクで、うん、ざっくりですが100社程度ですか？いいじゃないですか。でそれは契約はすごい縛りがあるんですか？1年間は100社と約束すごい。基本的にはもういつあの例えば契約あの携帯の会社みたいにあの解約料があるっていうことはないです。ほな1ヶ月だけ契約してパパッと作ってやめても OK？ はい、それは OK です。サブスクいくら取ってるんでしたっけ？980円から。じゃあこれは市場結構あるんですか？はい、もう300社で限界ですか？もう3万社30万社取れるんですか？市場はかなり大きいと思っております、うん。まあ、確かにね、世の中の、ね、うん、飲食物を作るとか全部ね、そうだもんね。はい、あと輸入とか輸出もあのうちできますので、どういう流れでやるんですかそれは？あ、国によって仕入れ、卸せるものが違うじゃないですか。動物エキスがダメな国があったりとかいろいろあるじゃないですか。
それも全部調べてくれるんですか。はい、例えばですが輸入の場合で言わせていただきますと、日本のポジティブリストというのはご存知かわからない、はい、添加物の使用基準をまとめたルールブックみたいなものなんですが、これをもとにそもそも入れていいものなのかという事前調査であったりとか、あと海外の企画書、英語で書いてある企画書がございますが、それを翻訳した上で日本の流通基準に変換するっていうことまで落とし込んでお客様に納品するということをやっております。で、はい、で輸出の方で言わせていただきますと、これの真逆でバージョンを行うような格好でございます。いやね、ちょっと話の本題じゃないかもしれないけど、伊藤さんさあ、株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王、今宵も聞けるかサービスですよ。伊藤さんさあ、話しててなんかさ、そこピー入れるのとかさ、そこ言わないのとかさ、いろいろ突っ込んだけれども、こういう食品のチェックをするにあたってこういう人に依頼したいなって人気出ちゃうかもね。ありがとうございます、うん、なんかそのきっちりした感じというか、うん、なるほど、なんかそういうのがちゃんと分析してくれそうで、なんかいっぱい注文来ちゃうかもよこれ。ありがとうございます、うん、キャラに合ってる、なんか喋ってておいって思うことはいっぱいあるけど、ニヤッとしましたね、うん、だからこそなんかちゃんとやってくれそうな気するし、なかなかこれもニッチな分野だし、でもかといってね、必要な人は多いからいっぱい来ちゃうから、めちゃくちゃ応援したいんだけど、有志なんだよなテンション上がんねえなすいませんはい、以上です。私からは以上です確かにそこですよ、100万円で融資ですから もうねあれ流してもう満足してるだろ、あれ用事が流してきたの、広告費はペイしましたから、はい、しかもこれ、ね、その100万円の使い道がなんと一言 YouTube 広告YouTube 広告ってしか書いてないんですよ、これ100万円、これやったからね、もうこれ100万円以上の価値ありますよこれYouTube 広告の運用方法一応はやってでありまして、あのターゲティング広告を行っていくというのが、あの今回 の、うん、あの使い道ではございます。これ今までの集客も YouTube でやってらっしゃったんですか。いえ、リスティング広告が主軸でございます。いや、それはなんか単純にやっぱりすごいなと思ってて、やっぱりニッチだから結構その集まってくるって感じですか。そうですね、はい、あのニッチですし、あのやはりあの事業を始めたいというふうになった時に、やはり物を売ってそれで稼ぎたいという方いらっしゃいますので、そこの窓口としてはもう全ての一番初めの窓口が食品表示といっても過言ではないと思いますので、そのあたりであの数が取りやすいのかなというふうには自負しております。でもこれで有名になったらめっちゃ来ますよ。それ裁けるんですか、そんだけのなんていうんですか、組織というか、そういうのをお持ちなんですか。現時点であのマネジメント層があの育っておりますので、この後マックス何社来てもいけるんですか。社というよりか何依頼という、何依頼、何所、1日あたり40ぐらいは現時点のキャパではいけると思います。40商品、はい、でもそれ1日で終わることじゃないですもんね。向こうがレシピ出してすぐ完成するわけじゃないですもんね。そこからいろいろヒアリングして、この醤油何入ってますか、このみりん何ですかとかっていう聞かないとダメですもんね、うん、それが1日40社が言うたら積もっていくじゃないですか。2日目も40社ってなれば80社になるわけやし、1日で終わるわけじゃないよねっていうの。あ、はい、あのそのキャパがあの1日あたりの40商品ですね。40商品、はい、ぐらいがざっくりの現時点でのキャパ。じゃあ40はキャパってことですね。クライアントもだってあのもうここの日までにその商品を出したいんだって言われると、結論、ね、こっちは決めなきゃいけないじゃないですか、はい、納品までというか、はい、その辺も大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。あの最短で翌日の20時まで、翌日ので納品が可能でございます。追加料金がかかってしまいますので。スピード版ってことですか。そうですね、はい、特急料金がかかるのであまりやめた方がというふうにはあの案内はさせていただいております。ビジネスの可能性を読み解く虎の面々、その確かなニーズと可能性を評価し、場の流れが変わる。続く後半戦、このペースを守りきれるか。
食品表示作成代行やる会社ってたくさんあって金額帯も大体一緒ですよね。はい、おっしゃる通りですが、はい、ただうちが一番安いはずです。あ、なるほど、はい、確かに多少安いで、これ職員の項目入ってる職員の項目によって金額を分けてない、20個入ってても7800円っていうことですか。はい、うちが30個まで。あ、7800円。はい、そうです。なので相当安い。そうすると業界最安値みたいな感じで。おっしゃる通りでございます。なるほどね、はい、もうそれでもう広まりますよね、これ。すごいいいんですけど、株式会社ディアローグホールディングス代表井口智明、令和の虎で完全ゴール長野木曽駒冷水公園を DIY 開発中。建設行政美容業界と異色の経歴、多分野での資格取得を武器多事業展開、800人の正社員を兼任する。この男まさに奇才、遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導く。すごいいいんですけど、すごいプランもいいしニッチなんです、ニッチでいいと思うんですけど、なんか我々が100万出す意味がちょっと、うん、見えないって。もう十分ですよね。もう十分でしょ。まあナッシングでもそう。そう、なんか、まあ、笑顔で帰れますよ、ね。笑顔で、はいはい。CM も流せますね。これ、はい、だって100万出したらそのまま YouTube 広告使うわけですよ。はい、自分の100万 YouTube 広告に使えばいいって、それでなんかワクワクはしないですね。ごめんなさい、ワクワクが提供できずに大変申し訳ございません。で融資っていう。あ、でもしっかりして、はい、しっかりしてるの間違いない。しかも結構私サービス性は相当いいと思います。ありがとうございます。相当100社サブスク取れるってすごいですよね、うん、それはもうすごい。しかもそれ継続が100社ですもんね。そうですね、はい、そこから定期的に依頼が来るってことですもんね。はい、おっしゃる通りでございます。すごいですよね。しかも大手さんですもんね。そうですね、はい、なかなか良くて、本当になんか我々が何をしたらいいのかなっていう、我々に望むことなんですか。はい、100万くれ以外、ぜひお近づきになって、こうそれ林さんと飲みたいとかそういうやつですか。それ林さんの顧問に入らないと。お酒とか飲んだりするんですか。あ、たしなむ程度には。返し方まで、ね、なんかちょっと林さんに見えてきたな。たしなむ程度好きだね、結構ね。キャラクターやってるでしょ。はい、そんなことないよ。ただ大事なだけ。違うよ、絶対。キャバクラが好きとかそういうやつですか。あ、いや、たしなむ程度。そこたしなむ程度。そうですね、たしなむ程度。女性も、はい、急に笑顔になりました。そうそう、なんか急に崩れてきたな、なんか、ね、あと一息ですね。きっと僕はキャバクラ派だけど、岩井さん派なんじゃないの。あ、そうですね、正直なところ申し上げますと、岩井さんの方が好きだなっていうふうに熱血感が。いや、今まで聞いてるね、そういう質問じゃないね。今まで聞いてる。俺ボケなんだよな。そういう質問じゃないね。そういう質問じゃない。カメラ止まったらいい説明する。すいません。でも確かに、なんかでも伊藤さんのプライベートはあまり見えないですよね。そうですね。あ、ご家族はいらっしゃるんですか。はい、います。お子様も。はい、3歳で、今ちょうど今4歳になったことです。失礼しました。何してる時が一番楽しいですか。そうですね。ご飯食べて。散歩した時とかですかね。すごい真面目。真面目だ。すごい。すごいな。すごいな。いや、この会社大きくなるな。こういう人に頼みたいもんな。そう。こういう人に出したいもんな、はい、俺も。めっちゃ注文来るよ、これ。はい、ダメだよ、これ。虎の子 EC サイトで、ちょっと仲介手数料取らないと。本当ですね、これ。こんな露骨なの、久しぶりだよ、こんな。久しぶりの宣伝目的が露骨すぎる。露骨、ね、露骨。すいません、ロコスなのに出していただいて大変です。ただ申し訳ないけど、頼んじゃうかもしれないもんね。7800円安すぎて、うん、安いですよね。島屋も頼んじゃうかもしれないですよ、これ。頼みたいですね、本当に。海外も行けるなんて言われてるね。海外はマジでこれから、はい、僕は一応飲食店に言ってるのは、海外に物を卸してった方がいいよっていうふうに言ってるんですよ、うんうん、ってなった時に結構やっぱ難しいじゃないですか、うん、海外に卸すっていうのが。だからそこをやってくれるんやったら、もっとマーケットは広く取っていけるんかなっていうのは思いましたね。おっしゃる通りです。今実際的にいただいている案件として、米国ですね、円安の影響で米国の輸出をしたいというふうにおっしゃっているお客様が多くいらっしゃいまして、うん、そのあたりでの需要はかなりあるかなというふうには思います。なんで米国って言うんですか。アメリカでいいやなんか、まあ、すごい、ちょっと米国ってね、いいやすごいなかなか言わなくないですか、はい、米国ってキャラがね、もう、はい、面白い、真面目さが真面目、はい。でもなんか200名以下のところに、なんか従業員200名以下のところがターゲットっておっしゃられましたけど、結構書いてある実績は大手ですよね。はい、うん、なんか結構気になったのはスーパーとかもお客さんになるんですか。あ、はい、結論から言いますと、なりません。
あ、ならないんですね、スーパーは。はい。その場で提供できるから表示がいらない。あ、いえ、そうではなくて、はい、スーパーは販売者様になりますので。あ、そうかそうか、はい、製造者じゃないから。はい、おっしゃるです。 あくまで製造者ってところ。でもお店作ってるものもありますよね。あれは例えばカツ丼とか提供してたりとか。基本的には流通をさせるものはいるんですが、はい、その場で作ってその場で売るというものは、はい、食品表示としては免除となります。あ、そうなんですか。不思議なもんだね。出来屋とか屋台と一緒ってことですよね。そうですね。そっちの方は、そう近いというか、はい、対面で説明できるからですよね。そうですね、はい、これ対面で説明できるものに関しては表示がいらない。よくぞ。7大アレルギーの説明もいらない。実際的には表示がされている場合の方が多い。そうですね、また事実ですが、はい、例えばパン屋さんとか、はい、うんうん、ケーキ屋さんとか見ていただくと分かるとは思うんですが、うん、その場で作ってその場で売るものはいらないというような格好ですね、はい、これね、無人だといるっていうそういうような見解もあるんですよね。これ、あ、これ見解なんですよ、無人。そうなんですよ。自動販売機の場合は実はいらなかったりとか。そうなんですか、はい、難しいですよね、これ、はい、非常に難しいんで、だからちょっと素人が手出せる範囲とかじゃないんですよ。分からないですね。だからあれなんですよね、それを保健所の人に聞いたとしても保健所の人も内部でぐるぐる移動してるからちゃんとした回答返ってこないですよね。おっしゃる通りでございます。そうなんです。だから、はい、本当にいいサービスなんだけど、いいサービスですね、なんだけど我々がいる意味がないってね。うん、確かに。あ、そこだけはゴールなんですね。もうちょっとなんか我々がいる意味を作ってくださいよ、うん、なんかここでいくら出したらなんかこういう特権があるとかそういうやつなんですか、うん、確かに全然寄り添わないもんね。あっち今すごいですよ。融資元本に対して年利 10% で返済って書いてある。誰か頼みたい人いますかって。虎みたいになってる。そうです。あんたが虎みたいになってる、はい、だからお金出して終わる未来が見えてるんですよね。だってプライベートも散歩してご飯食べて散歩してる。頼んでない。あんたが虎だよって。そうですね。出資していただいた方にはもちろんそのあたりも臨機応変に上からなんだね。やらせさせていただきますので、はい、すみません、上からの作り方なんですが、それで言ってください、はい、もう行きましょうこのまま、はい、どうですか、誰かこれクライアントになりませんか。ぜひ、はい、私にご助言いただけます幸いでございます。これあれ何年返済なんですか。あ、1年で、はい、だから本当に必要ないな。もうたったの1年で CM で終わってますから大丈夫です、はい。なるほど。100万貸したら 110万にして1年で返してくれるみたいな。おっしゃる通りでございます。あ、すごいですね、10万得しますよ皆さん。そういうイメージです。毎月かかるんじゃなくて、ね、年利1年100万に対しての10万ですか。毎月かかってくるんですか、 10% っていうのは。あ、どちらでも私としては上からです。対応させていただきます。どっちでもいいですよ。1年間だけは甘い汁逆に出したくないな。だってもっと必要な人に出したいですよね。1万必要じゃない人に。確かに。いや、すごいいいキャラしてるし、はい、うまくいきそうだしね。でもまあ、でもまあ、今回で目的も達成したし、もう会うこともないでしょうね。費用対ももう終了しました。こんな我々からこんな金利ぐらいで我々を使うと思うなよって、ね、ナッシングでよろしいですか。こんなんもう毎回みんな宣伝したい人が100希望金額ここまで出ちゃう。あ、そうですね。そうだよ。よくないですね。毎回100万。あ、本当だ。そう、100万で100万の広告費ですからね。そうだよ。あれ、令和の虎は好きなんですか。はい、ほぼ全て見させていただいておりまして。そうなんですね。そこも優等生なんです。福ちゃんクイズがいっちゃいますか、ね、サロンメンバーなんですか。いや、サロンメンバーではないんですが、はいはい、ほぼほぼ動画は見させていただいておりまして。あ、そうなんです。すごいですね、はい、一番好きな会話。そうですね、やはり私が調理師でございますので、元ですか、がございますが、パティシエ のショコラティアの生チョコの回ですね。あ、はい、伝説の回ね、南原さんとか、はい、南原さんが あれか死ぬって言ったやつね。死んじゃうじゃんみたいな。そうですね、はい、うん、小林さんあれか、はい、あの回すごかったよね、はい、うん、意外と渋いの見てるんで合格です。全部言うと当然だ。終わったな。今回なんで出ようと思ったんでしたっけ。はっきり言ってください。もう大丈夫、もう上から言ってるんで。はっきり言っちゃってください。宣伝だけですって、はい、まあ書いてある通りではございます、はい、本当にこれ本当に思ってることなのであれなんですが、食品表示 の代行っていうのはかなりマイナーと言えます、はい、で、うん、サービスとしてかなり自信はあるんですが、
僕の中では全然広まってないなっていう風なのがあります、うん、なのでそれの認知拡大が一つ、普及ですね、はい、普及が一つ、うん、で虎の皆様にぜひフィードバックをいただいて僕の盲点があると思いますのでそのあたりをいただいて今後のサービスをより良くするためが2つ目です。で3番目に融資をいただいてそのサービス広告をさせていただくということが目的でございます。素晴らしいですね。資料も結構作り込まれてるんだよ、はい、意外としっかりしてる資料も、はい、さらにブラッシュアップしてみせますと、はい、なんで独立しようと思ったんですか。確かに気がついたら独立してました。気がついたらそこすげえな。そういうタイプじゃなさそうな気がしたんですけど、はい、そこは気がついたらなんですね。なんかお金儲けたいとかあるんですか。弱ったなこれ。会社を規模感上げてこういうふうな社会問題解決したいとか、いつの間にかで独立することってあまりないと思うんですよ。本当に正直に申し上げますと、そのお金が稼ぎたいっていうのがないわけではないです、はい、ですが家族が食べて行ければそれでいいっていうのもありますし、お金稼いだら豪華な旅行だって何だって行けるよ、うん、どう家族も喜ぶよ。ディズニーランドとか並ばないで全部順番飛ばせたりする。新エリア行きたいとか言ったら新エリアのチケットとかもお金積めば取れるんだよ。そういうのとかどう。僕個人はそのあたりのものに対して全く魅力が感じなくて、なんていうのか、ないはないなりにやるっていう楽しみもあると思うんですね。ディズニーに行けない、行けないからこそ近場でいいものを楽しむであったりとか、人格者じゃないですよ。こう何かこうより良いなんかものを発見しに冒険しに行こうとかあるかもしれませんし、林さんがクズに見えてきた。金出せば全部行けるみたいな。すごい回答が返っちゃいますよ。大丈夫ですか。ディズニーだけが楽しみではないです。あ、なるほど。先週意味なく3000万使っちゃったんです。流派が全然違いすぎます、ね、絶対出さない。言い方で分かる。それは分かんないですよね。それは分かんないですよね。それは分かんないですよね。新主催が絶対出さないとか言っちゃダメですよ。なんか性格的で合うんじゃない。あ、僕ですか。電卓のお兄さんが合うんじゃない。一番。岩崎さんなんかどうですか。ここまで聞いて硬い感じで言った。硬い感じ。本当です。本当ですね。すごくピュアだしすごくいいなと思ってて。株式会社基礎産業代表岩崎健人。資金繰りから銀行交渉、資金調達まで経営の悩みを解決へと導くプロフェッショナル集団を牽引。コンサルティングの力で数多の企業の数字を操り、前進再生を実現する。想像以上の創造を。熱血コンサル、志願者の真の喜びを作り上げる。すごくピュアだしすごくいいなと思ってて、でもやっぱりこう夢というか野望というところをちょっとやっぱり聞きたくて、この会社ってどれぐらいの大きさに育てたいみたいなのありますか、うん、それは市場が決めることなんです。売り上げこれぐらいにして面白い。もう帰って大丈夫だよ。面白い。市場が決めること。市場が決める。そんなさ、例えば学習塾教育業界がマーケットが1兆円だから自分の会社が何億だって決まるとかそういうのはないでしょ。市場何パーセント取り行くとか。そうそう、そういうことよ。表情一つ変えないですからね。まあ市場で言えば 30% ぐらい取れれば嬉しいなとは思います。それがどんくらいなんですか、はい、年間の売り上げで言うと。そうですね、ごめんなさい、ちょっと計算したことがなくて申し訳ございません。分かんないですよね。分かんないよね。だけど3割とは分からないのが一番いいんです、はい、だけど3割くらいは取りたいんだよね、はい、そうですね、取れたら嬉しいなと。そういう人が伸びるのかもしれない。すごいな。どうですか今の回答で。いやでもこうご家族をこうと一緒にこう生活するために、まあ、これぐらい の所得というか、まあ、欲しいみたいな多分声があるじゃないですか。お子さんだったりとか奥さんをこう学校行かせるとか、奥さんからこういうふうにしてほしいとか、そういったところでじゃあ自分の年収が1000万欲しいとかそういうのはないんですか。年収で言ったら500万ぐらいあればいいかなって。はいはい。じゃあもう全部出すしめっちゃ手伝うしもうバンバン宣伝していいから500万以上全部ちょうだい。確かに。いや、めちゃめちゃいい。もうめっちゃ頑張る俺。もう500、人生500万嫌いない俺頑張るから。その分は、うん、もちろん、うん、それはいいかなっていうふうに悪いっていうのと、あと正直みんなやるで。みんなしろ競争が始まるんです。むしろ僕がごめんなさい、信念として一つ持ってるのが後輩至上主義でございまして、うちの部下がよりたくさん食えるようにしたいっていうのがありますので、僕は正直それ年間500ぐらいあればあとはもう部下が
よりいいものを食っていただければそれでいいかなっていうところはあります。部下になっていいですか？俺も部下になりたい俺を雇ってください。もう僕のグループ会社の中に入ってほしい。素晴らしい、はい、すごいの来たね。素晴らしいですね。やっぱなんか盛り上がってきたよ、はい、ここに来て盛り上がってくるっていう。なんかまさかこんな、なんかすごいこんなことになるとは。すごいな、不思議な魅力がありますね。はい、ありがとうございます。じゃあ一応融資100万出すけど、その後交渉で何かもっと関わるからちょっと会社の利益の 10% ちょうだいよとかもあり。そうですね、年収500万もらえてたら。そうですね、まあ、あの例えば極端な話、あの、まあ、本当に今パッとあの考えるのあれではあるんですけど、うちのサービスの普及のためにある程度こう実際的に数字を作ってくださるのであれば、何らかをキックさせていただくっていうことはもちろんあの可能ではございます。でも代表の理由が分かんないですね。なんでだって年収500万でいいわけじゃないですか。社長やられてる理由が後輩主義ですよ。それじゃ後輩を勝たせたい。3日持たないよ俺。あてか島谷いかがですか。いやー言うことないです。株式会社お客様皆様おかげ様代表島田貴文、通称島やん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber 島やん、志願者の味をどう引き出す。言うことないですけどやっぱ言うのは島やんではないですけど、いや僕も使いたいしめっちゃ広まるなっていうイメージあるんで。確かに。だからキックがどれぐらいなんかなっていう。立ち位置変わっちゃって、虎がこっちになっちゃってないですか、なんか。虎がそっちになっちゃってます。なってますよ、みんなが。なんかもう、僕はもう心がもう浄化されてきて、なんかよくわかんないけど、とりあえず手伝いたいよね。なんかもう、はい、本当に。そういう気持ちになってきた、はい、もう島屋みたいにもうキックバックがいくらとかもう全然お前気にしちゃうよ。こういう世界は世界は弱ったな。なんか みんなで手伝いたくない。そうそうそう、それはもう、はい、みんな大爆笑じゃんもう、はい、20万ずつぐらい出せますか、とりあえずみんなでそれでみんなで力合わせて、はい、みんなで部下になろうが、はい、いいっすね。トラ志願者形勢逆転、異例の展開へ、盛り上がりを見せるスタジオ、トラたちが金を出したがるタイガーファンディング、物語は最終局面へと向かう。思いついたのがすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、僕たち雇ってくれます？あの皆様が良いというおっしゃるのであればもちろんぜひお願いいたします。じゃあせーので置きますかみんなで、はい、新しい形、これあの1つが10万単位で、はい、20万ずつ2束で、もしゆきさん飲んない、じゃあ飲んないなら、ゆきさん飲んないなら、まあ、もし飲んないなら、はい、おー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 そうだ、全員今井口さん一人で持っていこうとしたよ。あ、もう一つだけで、一塊だけで、そうそう、すごいな、危ねえ札束が全部危ねえ、井口さん取ってかれるとこやった。もっと融資したい、もっと融資したい、俺たちの就職先取られるとこやった。ちょっと一回整理していいですか。ここで一回ちょっと整理させてもらいますけど、皆様から同時に、もう 100でよかったんですけど200出したがってる方が多くて、今この時点でまあもちろん、一応完全オールとなります。おめでとうございます。おめでとう。初めて見たなこのパターン。ここからは、伊藤さん、エクシードとなりまして、はいはい、どなたかから全部100万でもいいですし、20万ずつ皆さんから平等に関わっていただくでもいいですし、そこは PR したいですよ。島屋以外4人とかでもいいし、はい、いやでも俺が一番シナジーあるから、間違いない。じゃあ僕 SNS の会社で、ちょっと待ってください。時間もあるから俺は10倍にできる。島屋ちょっと待って、一人ずつ、アプローチをしてください。アピールタイム、はい、アピールタイムです、はい、新しい方ちょっと、はい、作らせてもらいます。はい、伊藤さんどうぞ。今日はお時間ありがとうございます。あ、いいよいいよいいよ。いや、いいよいいよ、出たさ、出たさ。もう最初から僕はもう決めてたんで。決めていた。決めてたんで。決めていた。ずっとブレずに出したい出したいって思ってたんですけど、まあ僕やったらね、この可能性をどんどん広げれると思うんで、はい、まあ SNS の発信力も飲食店向けにはすごいあるんで、
ぜひ僕を選んでください。ありがとうございます。あ、ちゃんと見てくださいね。頭の下げる位置まで見てくださいね。怖いな。はい、それではあの岩瀬さんどうぞ。はい、伊藤さんありがとうございました。ありがとうございます。僕はあんまりもう皆さんみたいにこうガチャガチャ言ったりとかうるさく言ったりとかしませんので、もう一緒に静かにコツ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 やっていきましょう。本気のアピールですね。そういうアピールね。続いて稲葉さんどうぞ。伊藤さん、あの僕 SNS 革命家と呼ばれておりまして、あの SNS のこと僕熟知しておりますので、ぜひ広告ぜひ僕もお手伝いさせていただきたいなと思ってます。はい、ぜひ書かせてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ由美さん。あ、今100万一番最初に出したのは私です。誰よりも先出した。すごいな、アピールが。はい、じゃあ最後は林さん主催からお願いします。令和の虎の主催なんで。こんなことや。パワハラですからね。ずるいな。こんなことや。権限持ってますから。はい、自由に扱えますからね。はい、ずるいな。ここで使ってきたから。ちょっとずるかったか。岩井さんはそんなこと言わないですよ。そんなこと言わない。岩井さんそんなこと言わない。いや言いますよ岩井さん。言いますか。使うとも使えます。いや使いますよ岩井さん。ということでね、皆さんから猛烈なこのアピールを受けてですね。はい。いよいよそこで。はい、伊藤さんの方から一人を、はい、決断を下していただくときになるんですけども、はい、それではどうされますか。はい、あの皆様からあの均等にいただくよろしいでしょうか。そこはそうなんだ。さすがにね、真面目だから、はい、ということは20万円ずつ全員の虎から。契約書5枚必要ですよ。めんどくさくないですか。いや、あの人にぜひ若輩者を私に皆様の声をいただきたいので、いろんな声をもらいたいと、はい、この時点で改めて、完全オールとなりました。おめでとうございます。ういおめでとうございます。頂戴いたします。一緒に頑張りましょう。おめでとうございます。頂戴いたします。関われて光栄でございます。頂戴いたします。なんだよみんな。本当におめでとうございます。ありがとうございます。キャラがすごくいいと思いますし、あのこの展開史上初だと思います。ありがとうございます。さすがです。どうも、はい、頂戴いたします。お願いします。それでは最後に伊藤さん、一言お願いします。どうぞ。はい、本日はお忙しい中ありがとうございます。まだまだあのサービスは小さいですが、皆様の力を添えをいただいて大きくしていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ改めて完全オールとなりました。おめでとうございます。まあオールでしたけど、バンさんから一言。あ、そうですね。じゃあもしよかったら。あ、そうですね、僕も一言。はい、じゃあそうですね、僕もこんな回を初めて見ました。でもその終始最初から最後までこの貫くこのスタイル、ね、うんうん、もうなんていうか、もう僕はもうフォローというよりはもうなんか代理人かなんかやらせてくれないかな。一枚かませていただきたいなと思ったぐらいの。いや僕もね、あの乗るかなと思って6人目とらね。そうですね。だけどなんか金額的にちょっと微妙だったし。ですけど、まあ本当に素晴らしかったんで、このままあの突き進んでください。ありがとうございます。500万円で我慢してください。お疲れ様でした。食品表示作成代行サービスで挑むタイガーファンディング。ビジネスの価値を読み解く虎たちが示した答えは一同納得の完全オール。軍資金と数々の金言を胸に、虎たちといかなる未来を切り開くのか、物語の行方は続報待て。仲間とつながれる、虎とつながれる、令和のドラファンクラブ入会はこちらから。